お疲れちゃんです、ラットです。というわけで、今日はですね、なんと緊急メンテナンスが来ました。というわけで、そちらをちょっとね、お話したいと思います。さあ、こちら、クララ公式のツイッターアカウントなんですけど、まあ、メンテナンスの内容はね、こちらですね、多分皆さん思ってたことがね、あって、まあ、その一つがね、やっと解決しました。で、まあ、上からね、読んでいくと。チャンピオンのアビリティ発動中でもトルネードのダメージが適用されるように修正というわけで、まあ、アビリティ中というわけで、ゴルナイがね、走ってる間の無敵中であったり、まあ、スケキンはまあ、今まで通り多分、スキル使っててもトルネード当たってたと思うんですよ。あと、圧着衣かな？圧着衣が透明中だったら、多分トルネードのダメージがね、反映されなかったんだと思うんですよね。で、それが反映されるようになりましたというわけで、多分ゴルナイがさ、透明化のあの最強の時に当たるのかどうかっていうのはどうなんだ。無敵状態だったら、あ、でも当たるんですよね。多分それが適用されるようになったってことですもんね。はい。そしてメガナイトジャンプ攻撃がクローク発動中の圧着衣にも適用されるようにと。というわけで、まあメガナイトね、圧着衣に対して直接踏んだなら、踏めたんですけど、メガナイトがいるさ、圧着衣を出して、圧着衣にジャンプをさせながらの、圧着衣がね、透明化を使うと、圧着衣にダメージ当たんなかったんですよ。踏まれてもね。そう、それがね、めっちゃ強かったの。だからそれが無効化されるようになったと。まあ、とりあえずメガナイトに踏まれたらね、姫様はダメージを受けるよっていうのに修正されました。そして、エレジャイのユニットに対するザップ攻撃がね、正しく反映されるように修正というわけで、まあ、これは、僕はあんま気づかなかったですけどね。なんかザップ攻撃、カウンター攻撃が反映されない時があったのかな。なんかたまにね、ラムライダーに対して、カウンターがないみたいな、あれはありましたけど、まあ、あれはちょっと前のね、メンテで治ってますし、まあ、多分そういうのね、不具合がなくなったのかなと。で、そしてキングレベル14以下のプレイヤーの敵がチャンピオン除外。これですね。皆さんこれね、はい、思ってたことだと思うんですけど、え？お前、ね、キングレベル 11?12?13 なのに、なんでチャンピオン使ったの？ボケーってね。思ったよ。めっちゃやると思うんですよ。で、僕の Twitter とかね、YouTube のコメント欄でもすごいあったんですけど、まあ、それがね、殴ります。はい、チャンピオン除外ですね。なので、キングね、14なくて、アーチャクイで、ゴルナイでスキキンでね、言い切ってたあなた、チャンピオン除外されます。頑張ってください。はい、というわけで、これはもうみんなハッピーですね。今まで使えてた方はね、まあちょっとね、楽しみをね、先に味わえたというわけで、まあそれはそれでね、はい、良かったんじゃないでしょうか。そしてね、続いて、まあ、クララワダッシュの修了時に、チャンピオンが正しくカード作業で戻りに修正とか、まあ僕、クララワダッシュはね、本当あんまね、クララはこう、YouTuber として言っていいのかわかんないけど、多分、当分やってないので、はい、2年ぐらいやってない気がするのでね、まあそこは、はい、良かったんじゃないでしょうか。さあ、で、あとはまあなんかプレイヤーのね、表示名が表示されないバグとか、ロードに関する不具合、Facebook 接続に関する不具合とか、まあいろいろあって、で、Facebook ね、フレンド多分5000人ぐらい繋げるんですよ。で、よく僕もね、フレンドになってください、Facebook でもなんかこう、スパスライディーでもってあって、昔はやってたんですけどね、なんか重くなったりしてやってなかったんですけど、まあ、ちょっとその辺もね、考えようかなっていう。フレンドやっぱね、感染ついた方がね、僕もこうやる気出るしね。なんかね、花吹雪いっぱいあると、ちょっと楽しくなるんでね。また、いつかね、ちょっと、いつかって言うとね、これ、行けたら行くみたいなね。絶対こう、ないやつになっちゃうんですけど、まあ、近いうち、そう、Facebook のフレンドとかもね、ちょっと募集できたらなと思うので、ちょっと Twitter とかやってない方はね、今の間に始めちゃってね、よければ僕のアカウントね、フォローしてください。で、まだ他は翻訳とか、まあ細かいバグとかなので、まあ多分これで主なバグ系はね、治ったんじゃないかなと思います。まあそんなわけで、今シーズンですね、ロングシーズンということで、多分9000もね、出るんですよね。はい。なんか出るっぽい顔をしてるので、皆さんもね、マジ最多更新狙うなら今期ですし、9000行くなら今、8000行くなら今、7000行くなら今だと思うので、本気でね、今シーズントライ頑張りましょう。世界大会とかもね、あってこう、クララ全体が今ね、盛り上がってる中なのでね、はい。皆さんもちょっと勢いに乗っかって、クララはね、もっともっと楽しんでいきましょうというわけで、今日はですね、クララをせずに終わるというね、僕の中で珍しい動画になるんですけど、バグが治ってよかったです。よければね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。